初めての方でもかっこよく見えると思います。じゃあまず構え方ですね。構え方、じゃあ見てもらって、ちょっと近くて、はい、今日は殺陣をやってみたいだユーナチューブ。じゃあポイントを説明しますね、はいはい、まず一つ目です。構えた時に胸を起こして腰を入れて姿勢をよく保ちます。二つ目は、肩の力を、どうしても刀を持つとこう力が入ってしまって肩の力を入れてリラックスします、そして三つ目、これが結構難しいんですけど、例えば切った時腰がどうしてもこう浮いちゃうので、そうすると腰が抜けて格好悪い状態、まあ、こういう感じになっちゃうので、腰を少し低くして落として重心を低くして、切るとかっこよく見える。この3点押さえていただければ、初めての方でもかっこよく見えると思います。はい、はい、挑戦してみましょう。はい、はい、じゃあそしたら、じゃあまず構え方ですね。構え方、じゃあ見てもらって、ちょっと近くに、はい、はい、そしたら、じゃあまず一番基本的な構え方、正眼の構え、中段の構えですね。右足が立っていくように、はい、それで、右手が上、左手が下で、まあ、ここの使うギリギリのところを、はい、そうですね。で、おへその下ぐらいに左手が出ます、はい、そうですね。で、相手がいたとしたら、この頭の先ですが、相手の喉元につくように、まあ、相手がいなかったら、自分の喉の高さになると思う。はい、それで先ほど教えたポイントですね。胸を少し起こすような感じです、はい、で胸を起こすけど肩の力は少し抜いてあげてください。はい、はいはい、じゃあここから、まず切り方いきたいと、上段からまっすぐ切り切る、まあ、こう切るとこいったりします、ね、はい、じゃここから正眼の構えから一歩左足出して、左足出して上に振り返る、そうですね、はい、そしたらもう一歩出してまっすぐ、はい、そうですね、で、しっかり下まで切り落とします、はい、そうです。で、先ほど3つ目のポイントですね、ちょっとね、腰がこう落とすとかちょっとしんどいかもしれません。次、けさ切りっていう斜めに切り方です。肩から腰にかけて、はい、じゃあまずこれはちょっとさっきの切り方が違って、はい、まず正眼に構えます。そしたら左足、今度は一歩で振りかぶって切るんです。切る、そうですね。で、自分の肩から腰と持って振ると一歩。相手がいたら相手の肩から腰に。じゃあ次からちょっと難しい。胴切り。胴切りですね。また正眼から。はい、正眼から。そして胸を張る。はい。ここから一歩を出しながら左から。そうですね、大体自分の方を立てて、はい、逆も一歩出しながら右から左、そうですね。じゃあ最後、切り方最後、はい、切り上げっていう、切り上げ、はい、まあ、切り上げるのもまさしく、で、逆けさとも言うので、肩から腰先、けさ切りっていうのがあるんですけど、その逆で腰から肩に上げて切ります。はい、はい、ちょっとこれ難しいんで、はい、はい、はい、正解から、さっきの軌道と同じで左に落として、一歩出しながら、そうです、そうです、はい、次、右に倒して、右に出しながら、そうです、形は綺麗、まず切り方は、はい、今、4種類、だいたいこれができれば、OK、おすすめ、使いました、いや、大丈夫ですか、大丈夫ですか、じゃあ、そしたら、今切った、切り方、教えた切り方と、構えのバリエーションをつけて、ちょっと肩芸をちょっと通してやってみたいと思います。はい。はい。